アグエロの新たなクズエピソードが見つかる。先に現役を引退した元ブラジル代表 DF フィリペ・ルイス氏が、選手時代に最も後悔した出来事として現米控えむF1ヘルディマリアに浴びせた言葉を挙げている。アトレティコに入団して、レアル・マドリードと戦おうという時だった。アグエロから、フィリペ、彼に近づけ、これで試合に集中できなくなるぞ。顔を合わせたら彼の妻のことについて話せばいい、と言われたんだ。そして試合日、僕はディマリアと対面して、お前の嫁さんは、と彼の妻の名前を言い、彼女のことを罵った。すると彼は僕を見て、それからうつむいてしまったんだ。そして僕は試合を通して、彼とのデュエルで勝ち続けた。彼はプレーの制裁を書き続けたんだ。試合後、家に帰って、僕は自分のしたことを本当に後悔した。ディマリア、すまない。あんなことをして、本当に心が苦しくなった。君に許してほしいんだ。アグエロとかいう現役時代は偶然だと思ってたのに、引退後に本名発揮するタイプ。引退後に株を落とし続ける小物。現役の時は結構好きだったのに。これはマンチェスターシティのレジェンド。勝負事なのはわかるが、同胞に対してそれはどうなんだ、アグエロ。アグエロ、同郷の人間に対しても牙向くのやばすぎるだろ。アグエロ、ずっとキモいなキモくないエピソードがない。アグエロが叩かれてるけど、実行犯であり、ここでわざわざアグエロの名前出したフィリペ・ルイスも普通にクソでしょ。これ本当にアグエロ言ったのかな。確かに失言ばっかだけど、同胞を罵るような男じゃないと思うんだけど、あと人のせいにするな。引退後ここまで嫌われるやつも珍しい。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。